2022年春アニメもそろそろ終わりということで、まあ、続編やりそうだか、やってほしくないかとか、そういう続編の話をしながらやっていきたいと思います。まあ、ちょっとこの辺の基準っていうのは、まあ、独自性みたいなものを狙ってます。最初に、かぐや様は告らせたい、ウルトラロマンティックですが、これは、続編やりそうだけど、やってほしくないです。4期やってほしくない。はっきり言って。うん。まあ、これはもう前にも動画出してたけど、じゃあなんで言われるのかっていうと、まあ、白金会長とかぐやのあの、ラブコメディは終わるからです。まあ、あとはま、氷かぐや編ってのがあって、ちょっとはそれで普通のロマンティック編とかあるんだけど、まあ、基本的になんか白かぐの話はもう3期で終わりなんですよ。だから1時間スペシャルですし。ただ、藤原は、相変わらず面白い女だし、まあ、藤原の見たいところはいっぱいあるので、まあ、その辺、あと、ミコちゃん。うん。ミコちゃんを見たいんだったら4期臨めばいいと思います。はい。まあ、正直、ミコちゃん好きだったら推しの子でも似たような成分、摂取できるけどね。で、2番目のパリピ孔明。まあ、これね、最初、2期やるべきじゃないって思ってたんだけど、実際、原作読んでみたんだよ。5巻から、まあ、全部買って、それで、まあ、京都編ってやつ見てたんだけど、まあ、この京都編、が、すごく、なんか、PA ワークスさんらしいなっていうのがすごくあって、なんかもう、A 子の母親とおばあちゃんが出てきて、で、A 子の母親は、なんか、娘に、音楽させたくないっていう感じで対立していくんだけど、まあ、A 子さんはもちろん、まあ、孔明の作と、カペクの手助けと、歌で頑張るよっていう、そういう話。で、なんか、A 子が泣いてた時に、なんかこう、落ち込んでる時に、おばあちゃんが助けに来てくれて、なんか、ヒントを得るとか、あとはなんか、もう、うん、助けに来てくれるとか。まあ、まあ、兄寄りで、ナナミが、助けに来てくれるとか、そういったことがあるかもしれないけど、まあ、商店街バトルとかやってて、なんかこう、PA ワークスが好きそうってすごく思いました。なので、こう、まあ、続編あってもいいかなっていう感じはあるんだけど、ただあまりにこう、PA ワークスが好きそうすぎる展開なので、その点ではもう、PA ワークス以外のところが2期あるもんじゃないと思うし、まあそこら辺なんか PA ワークスさんもなんかこう、ターニングポイントに来てるなってのはちょっと思う。まあ、みんな知ってるかもしれないけど、PA ワークスさんあんまりこう、原作でやるっていう、そういう感じでなくて、まあ、オリジナルでやりたいところだなっていうのは一つあるんだけど、まあ、馬娘も原作ソシャゲ付きなんだけど、あれはなんか、まあ、2期はスタジオ会にやったんだけど、ただ、馬娘の場合はなんかあれじゃない？もともと1期はスペシャルウィーク、2期は東海帝王ってことで、まあ、別の馬娘がやるからこそなんか別のどこにやってもそんな違和感はなかった。でも、パリピ孔明に関しては PA ワークスやらないと絶対意味がないと思います。これ、あまりにこの原作が PA ワークスすぎる。まあ、第3期の今やってるホスト編みたいな新しくレーベル立ち上げる編っていうのはまあ今後次第だろうけど、うん、あと京都編にかと三兄弟編なんだけど、まあ、三兄弟編はとかく京都編に関しては一つの大きな塊の話になってくるので、やっぱこうまあ七海編みたいになんか一つの話を毎週見てくっていうか、そういうタイプじゃない。だから仮に2期でワンクルアニメでやったら、またもうこう最後にバッドガンって A 子さんが母親にぶつけるっていう、そういう話になってくるから、まあ2期をワンクルでやると絶対失速扱いされる。そこはまあ本当に断言できる。だからなんでって考えると、映画でやればいいと思う。まあ七海編もそうなんだけど、パリピ孔明って原作からして映画向きなんだよ。で、PA ワークスさんも花咲くいろはとか白箱とか映画でやってるし、まあもともとなんかパリピ孔明、まあ京都編だって言われてもなんかもう3巻ぐらいで終わる話だから、まあそういう意味でもなんかこう映画に向いてる感じの話ではあるし、まあなんかもう商店街とか、おばあちゃんと母親とか、PA ワークスの人たち大好きでしょっていう感じだから、まあそういう意味でもなんかもう、ここがターニングポイントだと思う。まあ今の時代ってこう、本当にもう異世界もの2期とかやっていくっていうか、そういうタイプの環境かなって思うし、まあそこら辺で、まあ、パリピ孔明が天才ものなのはまあ間違いないので、まあなんか、ヤンマガジンの紹介でもなんか異世界もの扱いされてるし、その辺を置いといて、こう、PA ワークスさんは、とりあえず、パリピ孔明の映画だったら応援できる。まあ、2期だ
ったらちょっとこれは一気見待ちかなっていう、そういうそこは言っとく。さらに失速言われるかもしれんし、あとまあ長期間ちょっと結構時間あるかなって、結構まあ数年かかるかなって、そういう感じもあるかな。まあとりあえずまあパリピ孔明に関してはまあ結構原作読んだらやっぱこう2期やっても2期とか映画やってほしいなって思った。ここまあここまでなんかいろいろ執着するってあたり、なんかいろいろとやっぱパリピ孔明に対しては結構複雑なものもあるんだと思います。うん、ただまあ PA ワークスさんと動画ついでに動画工房さんもあのちゃんと2期最近の環境でちょっと2期環境にちょっと合わせてほしいなっていうのは結構ある。うん、まあその辺どうなるのかっていうのはちょっと気になる。ぶっちゃけど、はい、すいません。いや、逆に一致して、続編作れるだろうなって作品を紹介していきます。じゃあ、まず3番目に、骸骨騎士様は、これは、人気的にも、原作的にも、続編やってほしいやつですね。いや、骸骨騎士様マジでワンクール、本当に仲間集め太郎で終わって、アリアン殿、チオメ殿と仲間になって、なんか、王家の、なんか、良心派とも、なんか、ちょっとコネできた、ってか、そういう感じの終わり方してて、まあ、2期前提みたいなところあるから、まあ、そこら辺2期決まっててほしいよね。ただ、骸骨騎士様は、なんかもう作画としても結構バランスいいし、まあ、2期普通に決まるんじゃないかなと、そういうのか、そんな感じで思ってます。まあ、オーバーラップも結構その辺、ナローには結構精力的でした、だしね。うん。次、人気と、出版社の意向などから、まあ、続編やるだろうなっていう、4番目は、もう、処刑少女の生きる道、バージンロード。まあ、これは2期やるでしょうと。まあ、いろんな意味で。まあ、処刑少女は、まあ、骸骨騎士様みたいに、もう、私たちの戦いはこれからだ、って、エンドした上で、しかも、まあ、自衛文庫としてもめっちゃ推してる、人気も結構出た。じゃあ、これはもう、まあ、2期作るしかないよねっていう、そういうパターンだと思う。なので、処刑少女に関しては全く不安はないです。はい。次行きます。で、次、5番目、街角魔族3丁目の話。これは、出版社や TBS 的にはきついかもしれないけど、それでも原作的にはぜひとも3丁目はやってほしい。ていうか、街角魔族も結構話題作だから普通に、3期視野に入ってんじゃないかなと思います。うん。まあ、なんか監督さんや小原さんもなんか3丁目の話してるし、まあ、出雲先生に関しては6丁目の話までしてるんですけど、まあ、シリアスっていうか結構やばい状況は3丁目だから増えてくるんだけど、まあ、それをなんか仲間たちと一緒に解決していくっていう、そういう話って増えてくるし、まあ、やっぱりこう、人気があるからね、街角魔族。個人的な理想としては、3期やって、まあ、ちょっと桃のトラウマの、スイカさんってやつ出して、そこから、映画で解決するのが一番いいんじゃないかなって、それが理想的です。はい。次は、まあ、RPG 不動産。まあ、これの話もしたかったんだけど、まあ、正直人気的にはきついけど、それでも続編やってほしいです。RPG 不動産は2期やってほしい。アリスっていう後輩のキャラが出てくるっていうのもあるんだけど、まあ、RPG 不動産に関しては、2期やんない、2期やって、ようやくなんか、やばい世界観だけど、琴音はなんか、緩い感じでっていう、そういう落差みたいなのも出てくるし、まあ、2期からが本番だと思うんです。ただ、法文社、角川、動画工房の3軸揃ってるから、2期やるかどうかっていう、そこら辺で不安要素はあるけどって感じです。街角魔族はなんだかだ TBS が、なんかこう、5等分の花嫁ヒットしたから、やっぱなんか続けてくれるんじゃないかなって、そういう感じもしますしね。ただ、RPG 不動産は2期やって、シリアスと、頭ゆるふわなバランスっていうのが良くなってくると思うので、ぜひとも2期やってほしいです。僕はやってほしいです。はい。次は、まあ、アハレンさんは測れない。これは、まあ、人気的には、まあ、海外人気結構あるらしいし、まあ、ストックはめちゃくちゃある。だから、2期やろうと思えばできると思う。まあ、あとはビリビリさんの都合次第かよね。うん。ただ、アハレンさんはなんか普通になんか2期やるんじゃないかな。うん。やると思います。次は、乙女芸世界はモブに厳しい世界です。モブセカ。これは2期決まっててもおかしくない。まあ、映画かもしんないけど。まあ、正直、尺的には、広告との決着編が、入ってくるんだけど、それがなんかこう、まあ、単行本1巻で終わるから、映画向けなんだよね。うん。まあ、黒騎士のじいさんとの再戦もあるし、ルーデの妹、巨人用の妹も出てくるし、あと、まあ、マリエの正体もリオンがわかると。うん。まあ、ただまあ、モブセカやるとしても、こう、やっぱこう、状況は変えてほしいっていうか、うん、まあ、予算を増やしてほしいよね。まあ、そんだけです。はい。次、鬼パン。まあ、理屈はわかるけど、ウィットスタジオを解剖してください。以上です。
次、格好のいい名付け。これは、まあ、2クール決まってんだけど、まあ、なんだかんだ人気そこそこあるから、まあ、3期以降も続いていくんじゃないかな。まあ、スタックもいっぱいあるしね。まあ、ただ、格好のいい名付けは、なんかこう、まあ、古いタイプのラブコメだから、まあ、そこら辺でちょっと人を選ぶかもしれないけど、まあ、ただ、まあ、見やすいしね。うん、まあ、こう、うん。まあ普通に過去の稲付けはなんか3期も決まりそうな感じがします。なんとなく。ただまあこう、スタートダッシュ遅れた感じが、ジャヒー様と違って、ちょっとそれでちょっとマイナスになるかなって、そういう感じはしますね。次、可愛いだけじゃない式守さん。これは続編やるべきでしょう。うん。ストックもあるし。ただ、式守さんはあれ、まあ人、まあなんか海外人気でもあるし、なんだかで結構盛り上がってきたなって思うところはあるんだけど、うん。動画工房が2期やんないからそこが不安。まあそこは RPG 不動産にも入れるんだけど、動画工房はもうちょっと絞ってなんか2期とか映画とかやっていくべきだと思うし、まあ、その辺、ワタテンの映画はちょっと見に行きたいなと思ってます。はい、以上です。次、境界線期。まあ、無理だろう。まあ、無理だろう。うん、でも3期やりそうで怖いよね。以上です。次、くのいち椿の胸の内。これは、椿のストックはないです。ただ、同じ作者さんの作品として、続編としては、からかい上手の元高木さんに期待ですね。まあ、これはもう、まあ、新鋭動画で東宝アニメーションでやるだろうけど、うん。いや、元高木さんの原作は見たいです。元高木さんのはあれ、まあ、スピンオフなんだけど、ちーちゃんが出てくるから、うん。まあ、なんていうか、椿時代、まあ、高木さんと同じ世界観なんだけど、まあ、ちょっとそこら辺ちょっといろいろと都合でアニメではちょっと見えてないっていうのはちょっとかわいそうな感じはあるかなって感じ。うん、あ、次、恋セカ。恋は世界征服の後では、まあ、2期やりたい、やってほしいけど、ストックが足りてないっていうのがマジで辛いよね。うん。で、以上です。まあ、ストックがないのは本当にダメ。でもなんか、まあ、だからこそなんか最後の方でなんか死神シリーズでなんかちょっと、まあ、棒読みの子を出してきたんじゃないかなって感じはする。でもなんかこう、ワンクールできっちり終わるっていう、そういうのもまああってもいいよねっていう、そういう感じ。うん。次、このヒールはめんどくさい。うん、ストック足りてないっす。うん。ただし、まあ、結構面白いので、なんとなく、まあ、頑張ってほしいんです。以上です。次、コミさんはコミショーです。人気はあるはずなんだけど、まあ、やっぱネットフリー独占っぽいのがちょっと効いてるって感じがあるのと、まあ、正直ね、続けすぎて、いろいろとなんかひどいことして炎上したって、ギャルの子になんか ひどいことして炎上したっていう展開があるから、まあ、そこら辺では2期で終わらせておくべきな作品なのかもしれない。まあ、なかなかラブコメって難しいもんだよねっていう。ただ、ストックは、コミさんはめちゃくちゃある感じ。ただ、なんか今期だとやっぱりなんかこう、あんまり話題になってなかったかなっていうのもあるし、やっぱそれに独占のきついところあるよね。次、サマータイム連打。サマータイム連打は、なんか、2クル目やるらしいです。うん。次、史上最強の大魔王を村人 A に転生する。これは、まあ、人気はそこそこあったけど、まあ、ストックも足りてないし、なんか、リディアの話をやって終わりでいいんじゃねっていう、そういう感じもあるから、まあ、うん、まあ、続編はやんなくてもいいかなって感じはします。まあ、ただまあ、結構好きでした。うん。それでもなんか古代編はもうちょっとなんか詰めてもよかったかなって感じするけどね。次、社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。これは、原作ストックがあるんですよ。あるはず。うん。原作ストックがあるから、とにかく、まあ、2期やってほしいなって思う。な、ただ、ゆるい役としてすごい良かったし、声優さんも良かったしね。うん。次、ジャンタマ。これはま、やるんじゃないですかね。以上です。次、スパイファミリー。スパイファミリーはなんか分割に来るで決まってて、まあ、2期目で、ボンドっていう犬を出したり、あとはなんか、まあ、父の、後輩がなんか出てきて、夜さんとバトルしたりとか、そういう話とかある。じゃ、スパイファミリー、3期や映画の話なんだけど、絶対あるでしょ、これ。だってさ、スパイファミリーってさ、原作スタッフあんま緩いペースで使ってて、まあ、かなり緩いペースで、引き伸ばしてるところもあるから、スパイファミリーっていうのは、まあ、多分、やるでしょ、3期。まあ、でもまあ、映画やるんじゃないかなって感じがする。なんかこう、ボンド救出編、犬を飼う話と、豪華客船編っていうのはあるんだけど、まあ、あんまりその2編ってね、ロイドが活躍しないんですよ。特に豪華客船編。うん、まあ、ロイドとヨルさんと、アーニャが、とボンドが、頑張ってなんか平和を守るみたいな、そういう感じの、クレヨンしんちゃんや名探偵コナンの映画みたいな話があると、なんかこう、すごい映画向けだなと思うし、まあ、すごく売れると思うし。うん、まあ、スパイファミリーはなんか、黙ってても続くんじゃないですかね。まあ、実際原作ストックいっぱいありますし、まあ、ただまあ、こう、うん。まあ、こう、日常系みたいなの増えるけど、まあ、それだから、まあ、いいよねって感じ。次、出会いもん。
出会いもんは、まあ、うん、やってほしいです。うん、ただ、きついかもしれないけど、やってほしいです。うん、ちょっとなんか地味な感じなんだけど、すごいいい話だし、原作速度いっぱいあるしね。原作速度いっぱいあるっていうか、まあ、朝のリン先生のアニメがもっと見たいんですよ。ポンとキマイラ見たい。うん、ポンとキマイラ、マジでなんか幻の作品みたいになってるっぽいんだけど、あれは好きです。青春です。はい。次、盾の勇者の成り上がり。これは3期決まってるけど、まあ4期、ってなっちゃう感じ。いや、なんていうかさ、ナオフミの復讐はまあ終わっちゃったってのもあるしね。あとなんか、ナロ版はきっちり盾の勇者って終わってるんだけど、ナロ版の盾の勇者は終わってるけど、書籍版がだから止まってて、そこら辺でちょっと問題があるかもしれない。まあ、ナロ版はちなみにナオフミとラフテリアがちゃんといい感じに終わるんだけどね。槍の勇者のやり直しっていう、なんかもう、元康が、まあ、フィーロに救われて、ナオフミをお父さんと呼びながら助けるっていう、そういう概念もあるんだけど、まあ、こっちが槍の勇者が本編みたいなもんなってきてるんだけど、ただ槍の勇者ってね、ラフタリアね、出ないんだよ、ほとんど。ラフタリアが、ちょっと、ナオフミ様が、なんかこう、やさぐれないから、ちょっとそこら辺でなんかうまくいかないっていうか、なかなか巡り合えないみたいな、そういう感じがあって、まあそこでなんかもうデッドロックになってって感じなんだけど、まあただ、槍の勇者に関してはやりそうな感じがするけど、ただまあそっちかな、うん。盾の勇者に関しては、なんとなく完結してほしいなって思います。書籍版でもね。まあそれ終わってから、まあや、好きに、元やつがあれこれすればいいから、うん。デアラ、次はデートアライブルなんだけど、デアラはまあ別に続くんじゃないですかね、正直。うん、でもデアラはなんかまあ続くと思いますよ、うん。次、友達ゲーム。友達ゲームはなんか実写企画のためのおまけっぽくて、なんか、友達ゲームはなんかあれじゃないですか。まあ、ストックはいっぱいあるから、なんか続くんじゃないですかね。まあそんな感じはします。まあ、実写って結局あれ、なんか宣伝にもなるっていうことを考えると、まあ、なかなか実写だけやって、それでアニメの方はちまちま続いていくっていうか、そういうパターンもありますからね。まあ、そういう意味では友達ゲームに関しても、なんか、まあ、2期以降に期待みたいな、そういうでいいんじゃないかと思います。ただ、友達ゲームちょっとなんかこう、一気で終わらせる気で、なんかこう、巻きに入ってるみたいな感じ言われるから、そこら辺かな、まあ、ちょっとなんか悲しいよね。次、バーディーウィング、バーディーゴール。これは、まあ、なんか、ダークフォースな感じだったけど、まあ、人気的、ただま、なんか、円盤がシーズン1って言われてるし、明らかに私たちの、バトルはこれから4エンドだったから、バディゴールは2期やるでしょ。やってもらわなきゃ困るって感じ。なんか、ま、分割に来るなんじゃないですかね。うん。って感じします。次は、本好きの下克上。これは4期やるでしょ。本好きの下克上は本当にダークフォースっていうか、もうイレギュラーな作品で、もうこう、めちゃくちゃ長いし、アニメも結構かいつまんでる感じではあるんだけど、ただ、ちゃんと、こう、ローゼマインになって、そこからまだまだこれからだっていう、そういう感じだから、ちゃんとこう、まあ、続いていくんじゃないかなと思います。ロングペースでやっていくからこそ、忍耐は乱太郎とか、解決ゾロリとかのアジア堂さんを選んだんだっていう、そういう話もできますしね。ただ、まあ、なんだかんだもう本好きに関しては、なんか3期絶頂だっていう話も聞きますし、なんかまあ大丈夫じゃないかなと思います。うん。まあ、なんかペガサスみたいなのは、可愛いペガサスみたいなのに似てるローゼマイン様も見たいですしね。うん。次、魔法使い黎明期。これは、そもそもゼカマシー2期をやるべきでした。以上です。うん。だってさ、まあ、魔法使い黎明期ね、悪くはないと思うし、原作ファンの人がどう思ってるのかわかんないけど、やっぱあれはなんか、デカマシを先にやるべきでした。以上です。次、勇者やめます。まあ、これが最後かな。まあ、勇者やめますは、まあ、ワンクールめちゃくちゃ良かったと思います。うん、本当にもうダークフォースで、もう個別回をうまく使ってた。ただし、というのがついてきちゃって、まあ、ぶっちゃけ、第1部がすごく綺麗に終わりすぎてて、第2部以降やってもちょっとダラダラしちゃうよっていうか、そういう感じですね。うん。まあ、シュティーナの後輩入れずの、なんか、陰キャキャサキバスは可愛いけど、まあ、ただちょっと微妙な感じっていうか、まあ、正直、まあ、ロスタイムみたいなものがあって、まあ、アニメの続きが見たいんだったら漫画でも読めばいいよっていう感じの、そういう話。この辺は新潮勇者みたいなもんで、あっちも第1部は終わって、すごく綺麗に終わってて、まあ、めちゃくちゃいいアニメだけど、2クール目以降になると、ちょっとなんか、ダラダラしてくるとか、そういう感じのがあって、
まあ、ここら辺はナローとカクヤムの違いってのはあるかなって感じはする。まあ、なんとなくね。まあ、ナローの方は何だかんだり最後まで終わってるのがあるけどって感じ。ただまあ、勇者やめます。ワンクル自体は良かったし、まあ、EMT スクエアードの評判は、個人的な意見は良くなったから、うん。まあ、むしろ、あの、クマクマクマベアが2期決まってるから、まあ、そっちの方でなんかこう、長期ペースでやっていくっていうか、そういう感じでやってきてほしいな。あとは、ちゃんと原作をちゃんと守るっていうこと。変な飛び級をしないこと。まあ、クマクマクマビアだって、なんか、ユナのなんか、いろいろと、辛かったこととか、ちゃんとやってよかったんだよって話だし、なんか、こう、チート崩しも、まあ、あれは構成は嫌いじゃないけど、やばいちょっとなんかなーって思うし、うん。まあ、なんか、飛び道具使わないで、ちゃんと一つ一つ個別回やって、キャラ掘り下げていけばそれでいいんだから、頼むから、そうやってやってくれっていう、まあ、まあ、続編とは関係ないんだけど、EMT スクエアードさんに言えるのはそれだけです。うん。ただまあ、いいアニメだと思うし、本当に EMT スクエアードさんは頑張ってほしいです。で、まあ、最後になるんだけど、まあ、なんかもう2期3期映画やるかっていうのは、まあ、スタジオの環境もあるよねっていうのはある。うん。まあ、例えば、四季森さんとか、チーカーとかは、人気もあるし、まあ、それこそパルピ孔明とかも人気あるけど、でも、動画工房や PA ワークスは、あんまり2期やらない、まあ、っていう、そういう結構古いタイプの元受けだから、まあ、そこら辺、今の環境の、2期体制、3期体制、まあ、続けば続編続けていきたい体制に対して、どういう風に対処していくのかっていうのはちょっと気になる。まあ、あと RPG 不動産も2期やってほしいしね。まあ、かぐやさんは4期に対して結構辛辣って言うけど、藤原に関しては結構面白いので、まあ、そこはちゃんと自分で判断してほしいなっていうのはある。まあ、白金とかぐやの関係に対しても、まあ、普通のロマンティック編とかあるしね。まあ、見ればわかる話だし。ただまあ、かぐや様4期を求めるなら、まあ、ミコちゃんです。これなんかダメだよ。それからまあ、石塚か。うん。ミコちゃん、ただミコちゃんは、推しの子のキャラじゃん。うん。まあ、そもそも、ビコちゃんと、おさらぎ大仏と、つばめ先輩が、なんか、推しの子に出てきそうなキャラなんだけど。メイドインアビスの方がよっぽど、ラブコメしてるからね、純マッスルな。それぐらいちょっとドロドロしてる。まあ、リコが、富田美優さんつながりで。まあ、結局、ただまあ、かぐや様に関しては、まあ、3期で終わらせるべきか、4期以降も続けていくべきかっていう話はあるんだけど、まあ、そこら辺ちゃんと、まあ、自分で見た上で、4期以降引き伸ばし展開でも見たいっていう人もいるんだったらそれでいいと思う。ただまあ、自分としては、主演者ラブコメで、ニセ恋とか、僕弁とかをあんまり引き伸ばさなかった、アニメでは引き伸ばさなかったアニプレさんを信じる。うん。ただまあ、推しの子はなんかまあ動画工房さんが持ってってくから、そこら辺でまあ、なんかこう、今後どうなるのかっていうところだよね。とりあえずまあ、1時間スペシャルは結構気になるところです。個人的にはなんか、まあ、会長か藤原の回想で全部終わらせてもいいと思うけどね。うん。